ジンゲンスムース4というジンパルを購入しました。中はこんな感じですね。ファーウェイ P20 Pro、 携帯ケースは外しましょう。まず付属のこう三脚を取り付けてみましょうか。はい、立派に直立しております。多分ね、三脚つけなくてもね、立つと思うんだよね。でもこれで調整してみたいと思います。ここで縦横をいじるみたい。で、こっちがバランスですね。携帯をつけるとこんな感じ。ここを回して横にしてですね、見たんですけども、バランス取れてますね。ここをいじる必要もないような感じ。どれ、スイッチを入れてみますよ。ほほう、では早速撮ってみましょうか。このスイッチオン、撮り始めました。初めての、ね、ジンバル撮影なんですよ。台風25号が接近する中、接近するといってもね、福岡は微妙に外れてくれるみたいです。どれ、ジンバルだけで撮影してみたいと思います。
古いピアノにもたれて歌ったね。知ってる、まだ君のこと、まだ知らないのに、なぜか懐かしくて。Friend、コモデピも一緒に。Friend、クスクス笑ってるよ。100年後も君の歌を誰かが